響く言葉と NG ワード、こういったものをご用意いたしております。こんにちは、株式会社ピープルスキルの高島徹です。今日はハートグラム診断士養成講座、こちらのご案内をさせていただきます。このお悩みございませんか？例えばセールスパーソンの方で営業活動が実は苦手という方、あとお客様とですね、あるいは職場の方々と信頼関係を築きたいなという方、そして気になるあの人の本音知りたいなという方、いらっしゃいますでしょうか？ハートグラムを使いますとこんなことができます。例えば職場の人間関係を改善するということです。管理職の方、あるいは店舗経営者の方ですね、はい、同僚や部下の方々の本音を引き出すことができます。そしてチームのメンバーとメンバーの相性が分かります。これによって人材の組み合わせ、これを持ち味を生かすということができるようになります。そしてまた経営者とか人事部門の方にとってはですね、スタッフの適性とか相性を見るということすごく大切ですよね、はい、優れた人 A さんと B さんいてもですね、こう人間関係が悪いとなりますと 1+1 が2にならない、本当は3とか4とかになってほしいんですけども、下手したら 0.5 とかね、0とかこんなことになってしまう、これは困りますよね。そうした中でハートグラムを使うことによってスタッフの本音を知ることができます。また採用活動において自社に合う人材かどうかというのも採用段階で分かります。採用してからしまったということが少なくなります。そしてまた人と人それぞれ持ち味を持ってますけども、これらをうまく組み合わせることによってですね、先ほど申し上げた通り 1+1 が2とか、これは当たり前ですけども3、4になっていく、そういう人の生かし方というのもできるようになります。また小規模事業者の方にとりましてはですね、自分でこう集客していくということがすごく大切なことですけども、そのセミナーの一つのネタとしてお使いいただくことができます。そしてお客様の本音を短時間で診断できますので、バックエンドにですねつなげていくことがスムーズにできます。そしてまた特にサービスを提供する方、事業とかコンサルティング、カウンセリング、こういったことを提供される方にとりましては、お客様の心の距離、これをぐっと縮めることができるようになります。そしてまたカウンセラーとか専門家の方ですけども、相談者の懐の中に入り込むことがですね、簡単にできるようになります。そして相談者の方、お客様の本音ってなかなか言ってくれないですよね。これが簡単に引き出すことができるようになります。そしてまた何よりも大切なこと、相談者、お客様がですね、あ、私のことを本当によく分かってくれる先生、素晴らしいと、こういうふうにですね思っていただける、尊敬していただける、こんなふうになることができます。また人気者にもなりますよ。例えばイベントとかパーティーですね、あの展示会とかマルシェ、こういったところでですね、行列がこうずらっとできます。そしてこの診断やるとですね、パーティーなんかとっても盛り上がります。そしてまた婚活イベントみたいなところではカップル誕生もあるかもしれません。ではハートグラムって何っていうことをね、お伝えしてまいります。ハートグラムっていうのはこういうカードなんですね。カードを使って診断をします。カードの裏側に実は質問が書いてあるんですけども、この質問に答えていただくことで、こちらにあります通り5つのパターンに分けて、それぞれの関係性、それぞれの特徴、こういったものを診断していくわけです。いろんなキャラクターがいますよね、はい、犬、天使、キリギリス、アリ、裁判官、なかなか面白いネーミングでしょう。そうなんです。じゃあこれをですね、25個の質問に答えていただきますので、0から5までの6段階ということで診断してまいります。そしてこの診断の結果ですけども、5個だとですね、まさにこのタイプぴったりということになります。
そしてゼロだと全く当てはまらない、真逆ということになります。そして3個以上がですね、まあ、このタイプが当てはまるんじゃないかなという、そういう診断をしていきます。じゃあこれで何がわかるかってことなんですけども、相手のコミュニケーションタイプ、コミュニケーションのどういうふうな特徴があるかというのがわかります。これによって自分の本音情報をですね、自ら提供してくれるようになります。そしてまた相手の方とのですね、相性がわかります。例えば仕事とか恋愛とかですね、人間関係を良くするときに自分と相性のいい人とうまくやっていく、これ誰もおできになりますけども、苦手な方いらっしゃいますよね。私にも正直いますけども、社会生活を営む上で相手の方とですね、やはり少なくとも表面上は仲良くやっていかなきゃいけないなということありますよね。これができるようになります。そして3つ目ですけども、上手な接し方ができるようになります。響く言葉と NG ワード、こういったものをご用意いたしております。そしてこちらがですね、基本編の相性表ということになります。ハートはもう自然に振る舞ってもそうだねということで受け入れてくれる、いい関係ですね。そして丸は自然に振る舞ってもあそうだねということで、これもいい関係です。そして三角はですね、相手の方がね、首かしげてるんですね、内心では。でもまあ大きなトラブルにはならないです。そして罰の方、これは自然に振る舞うと、あんた何やってんのってね、ついなっちゃうんですね。そういう良くない相性なんです。そして特にこの天使と天使ですけどね、これ実は同数じゃないと相性が良くないってことなんです。天使と天使ね、なんかいい関係のように見えますけども、実は天使の数が5個と3個では実は違うんですね。はい。はい。それではハートグラムのね、特徴です。これはですね、相手の性格を素早く見抜くことができます。大体3分でできます。すごいですよね。そしてまたこれプラスチック製のカードなので、簡単にどこでも持ち運んで、しかも例えば飲食店なんかでお水の跡とかね、ついたりしますよね。そんなとこでも濡れても大丈夫ってことです。そしてここにある質問というのは、相手の方が必ず興味を引くおっと思うような質問が用意されています。でこれに答えることによってですね、実は相手の方が自分から自己開示を始めてくれるんですね。例えばあなた片付け苦手ですよねってこう一言言うとですね、実はそうなんですよ、こうこうこうなんでねということをですね、自ら情報提供してくれるんです。そしてこれ取扱説明書ないんですけども、カードの下のところにですね、実はたくさん項目書いてますので、基本的に最初はここを素直に読み上げるということから始めていただいても大丈夫です。そしてこちらカード形式なので、一遍カードって出してしまうとですね、これ違うなと思ってこれ引っ込めることできないんですよね。ということで相手の方の本音が分かるということになります。そしてまたこの5つのパターンごとに響く言葉と NG ワード、そしてセールスステップというものも用意しておりますので、的確なクロージング、契約に結びつきやすいということになります。ですのでまずはあなたもですね、診断をしていただいてから、まあ、この先を進めていただくといいかなと思います。まあ、カードの方も販売しております。こちらは税金送料込みで7000円でお分けをいたしております。ではご提供する学びとサービス、こちらをお伝えしてまいりたいと思います。こちらがハートグラムの学びであります。まず入門講座があって、初級講座、中級講座という形でですね、こうステップを踏んでいって学んでいっていただきます。そして一番上のところには営業講座というものもご用意しております。またこれ以外にもですね、 Zoom あるいは対面での事例研究会とか個別の相談会、こちらの方もご用意しております。まず入門講座というものはですね、無料でご提供させていただいております。主な内容としては、人間関係作りが上手な人の特徴ってどうなる人なのかということを考えてみましょう。そしてなぜ苦手な人ができるのか、これも考えてみましょう。そしてハートグラムタイプ別の対応方法、そして最後は運が良くなるための実践、まあ、こういったことをですね、無料でご提供しております。これが入門講座です。続きまして初級講座ですね。
こちらは実際に使ってみようよと思った方にご提供しております。ですのでこのハートグラム診断ですね、いきなりカードを渡してやってということを言ってもですね、相手が抵抗感を持ちますよね。ですので診断前にお話しすること、どんなことがありますかということをお伝えしています。そしてまた診断のポイントですね、はい、これも実際の事例としてお伝えしてまいります。そしてまたタイプ別の主なパターンがどんな人なのか、そして診断場面での注意点と実践的なアドバイス、こちらの方をお伝えする、これが初級講座の内容になっております。そして中級講座、こちらを学ばれますと修了書をお渡しいたします。初級講座ではまず基本的なことをお伝えしましたけども、より深くですね、診断できるためにどんなことができるのかということをお伝えします。そして2つ目がハートグラム診断のキーポイント、そしてまた具体的なアドバイスの方法、そしてタイプ別の対応方法、より深くですねお伝えしてまいります。そしてここから先のアフターフォローもバッチリ行っております。特に営業講座ですね、タイプ別の効果的な接し方、あなたが得意なタイプに対してはですね、あなたが自然に振る舞っていただいて、それで十分対応できると思うんですけど、苦手な方いらっしゃいますよね、はい、特にお客様とか職場の同僚、疎遠にするわけにいかない人たちですね。じゃあそういった人たちにどんなふうに対応するとあなたのお仕事、そしてまた人生がうまくいくのかということをお伝えする、まあ、そういった講座もご用意しております。また事例の研究会、これはこのハートグラムユーザーの方々をつないで、お互いの事例、こんな人いました、こんな振る時はどうしたらいいんですかということを学びや、そしてまた私の体験談をお伝えする、まあ、そういった学びの場にしております。あと個別でですね、相談乗ってほしいよ、こういう方にですね、個別の相談にも応じております。いきなりですね、講座を買ってくださいということは私も申し上げたくありません。ですのでまずはですね、体験セミナーにお越しいただきたいと思います。開催スケジュールもありますし、またオンデマンドでですね、あなたのご都合、そして私の都合合わせて Zoom でお話するということもできます。そしてまたこのハートグラムからさらに発展させてですね、承認カード、持ち味カード、パワハラ予防カード、こういった研修なんかもご用意しております。ぜひあなたもハートグラム診断士になっていただきたいと思います。本日はご清聴いただきどうもありがとうございました。